シネマへようこそ、森川みどりです。今回は10月22日より11月11日までシネリーブル梅田で開催の森田芳光70歳をご紹介する対談企画第2弾です。ゲストに森田芳光監督の奥様で初期の作品からずっと伴走されてきました映画プロデューサーの三沢和子さんをお迎えして、キッチン、春、この2作品の撮影秘話を伺います。どうぞ最後までお付き合いください。さあ、そして続いてキッチン、こちらも上映されます、はい、1989年の映画になるんですね、はい、まあこれで川原綾子さんがこのキッチンからガーッとすごいモデルさんとして有名になられて、はい、透明感とか、このキャスティングは森田監督のキャスティングだったんですか？と言いますか、キッチンっていうか本人がとにかく有名な俳優さんじゃない人でやりたいと、はい、当時吉本バナナさんのキッチンってもうすごいベストセラーで、ええ、皆さんも大好きなわけですよ。そうすると皆さん自分の中でもキッチンの絵ができてるんじゃないか、そこへもう一目で誰って分かるような女優さんが出てくると、うん、これなんかあってなんかちょっと違和感があるのではないかという、まあ、森田の仮説 で、はい、でとにかく主演女優さんを応募募集しまして、ええ、2万人ぐらいの方が応募されて、すごいですね。さすが森田作品にやっぱり出たいですもんね。やっぱりキッチンの魅力もあるんで、うん、名前の知られてる女優さんとかもいらしたんですけど、もう何回オーディションやってもこれが三影ちゃんという人がいなくて、もう最後諦めかけてちょっと妥協しようかという最後の最後に川原さんがいらしたんです、オーディションに。でも川原さんが入ってらして一言二言話しただけでも全員がもう三影ちゃんだって本当に思ったんですね。もう本当にびっくりしました。その時川原さんまだ全然有名じゃないですよね。まだ高校2年生でした。3年生、あ、3年かな。ちょっと待って、高校生だったのは間違いないです。大阪の方。大阪の方ですよね。それで、まあ、モデル、何かの雑誌のモデルさんはちょっとやってたんです。ええ。いう感じです。はい。で、高校生だったんで、ちょうど夏休みに撮影だったんです。ええ。はい。で、その間に撮られて、撮影されて、はいはい、で、またその、お母さん、お父さんっていうか橋爪功さんがすごいいい感じで出てこられますよね。もうあれもちょっとどうしようかと、はあ、女性がやるのか男性がやるのかって問題もありますよね、うん、やっぱりもう最終的に演技力が勝負ってことで橋爪さんにお願いしたんですけど、ええ、当時としてはああいうキャラも珍しいですよね。珍しい。まあ理解されてる、ね、ええ、はい、だからそういう方が映画の中で演じられて、しかも橋爪功さんの演技力ですから、もうちょっと笑いもあるし物悲しさもあったりして映画にすごい厚みを与えるって、だからすごいそういう意味でいろんなところが新鮮で、森田監督っていうその監督の頭の中のアンテナはどのくらい動いてるんだろう。まただからキッチンもだからもう27本撮ってるんで、そうじゃないって苦労するものもあるんですけど、はい、キッチンもやっぱり原作を読まさせていただいた途端にも構想ができた作品で、ですから、まあ、函館でロケしてるんですけど架空の街にしてるんですよね、はい、で一番大事なのはなんか寂しい、うん、みんな孤独を抱えた人間ですよ、うん、ひかげちゃんもゆういちくんもお母さんも、はい、そのお友達のちかちゃんとかも、でまあそのすごい孤独を抱えた人間は家族じゃないんだけど、うん、生活したり交流してちょっとだけなんていう希望を見出すっていう映画なんですよね、で実はこれ89年って80年がバブルだったじゃないですか。そうですね。でもうバブルがもう終わろうという時なんです。でこのキッチンの、何ヶ月か前に愛と平成の色男っていう
映画を作っていて、石田純一さんの、はい、そっちはもうバブルそのものじゃないですか。そうですね、バブリーな映画でしたね。もうあそこでだからもうこれはバブルですよって言って、でも、うん、よくよく今例えば見ていただくと、あ、バブルが終わるんだっていう、ちょっと最後、はあ、怖さっていうかちょっとした寂しさも出てるんですけど、うん、その半年後にもうこのキッチンはこれからの時代、もう物ではなくなって人間の心の時代になると、しかも多分みんながある程度孤独になっていく時代が来るのではないかという予見なんですよ、はい、もう作っていたっていうことなんですけど、ですからこれまあ今もすごく見ても心に響くし、はい、そうよくおっしゃられてたのは、皆さんすごくビデオで買われた方が多くて、へー、なんか落ち込んだ時に夜中に一人で見るとっていう話をすごくよく聞いたんですけど、なんか分かる気がします。分かりますね、それすごくよく分かります。 ね、じゃあそして同じようにその時代を先取りっていう意味では、春が、はいはい、パソコン通信ですよね。そうです、まだあの皆さんパソコン持ってない時代です。持ってないですよ、だって時代にして1996年ですか、はい、で撮影したのは95年でシナリオ書いたのは94年ですから、全然パソコンっていうものが自分に身近に出てくるとは思わなかったです。でこのきっかけがちょっと森田らしいんですけど、はい、あのだから93、4年ですか、うん、であの森田競馬が好き、そうお好きですね、ってることは、その年のエリザベス女王杯という、はいはい、11月のあれでいくら検討しても分かんなかったんですよ、あの予想が、はい、そしたら自分の本に聞くって言って、はい、競馬愛さずにいられないっていう彼らの競馬のエッセイの本があるんですけど、エリザベス女王杯のページを見たら、はい、128ページと129ページだったんです。ほう、それで812と912を1000円ずつ買ったら78万円になっちゃったんですよ。すごい。それで、まあ、ここで周りの人間がみんな、うん、この70何万を持たせておくと全部競馬でなくなるに違いない、はい、とにかくなんかもう大事に、もう監督記念なるものを買わなきゃダメですよってみんなで言ってたかって言ったら、うん、パソコンだったんですね。当時70万したんですよ、パソコン、アップルのデスクトップです。70万だったんですよ、70万。だから本当に競馬で当たってなきゃ買えない金額だし、買っても誰も周りに持ってないから、もう使いこなすのにも毎晩徹夜みたいな状態で、まあおかげでそこでパソコン通信って今のメールですよね。そうですね。そういったおかげでこの、あの映画の企画が発想できたわけなんですけど、だから使ってなかったら、ああいう文字で画面に文字を出して距離感がそれですごく分かるっていうのは今でこそ分かりますけど、うん、だから当時はね、だからあのもちろんあの出演していらっしゃる内野さんも深津さんももちろん知らないから、パソコン借りてきて練習から始まって、スタッフももちろん見たことないし、はい、あの公開するとき宣伝のためにそれこそ大阪にもキャンペーン行きましたけど、この宣伝のときに例えば取材してくださる記者の方にまずパソコンってものがあるんですよと説明しないと分かってくれなかったんです。だからちょっとそれこそ早すぎたと。あ、でも評価はされたんですけど、新鮮でなんか、うん、あのお客様の入りはその時は良くなかったんですよ。なんかこんな文字ばっかりの映画ってあのいろんな配給会社にもなかなか配給決めていただけなくて、こんな文字ばっかりの映画は誰が見るのかと、それとか例えばテレビになった時に、当時のテレビはちっちゃいですから、これはテレビで放映できないって言われて、かなり苦労して作った作品です本当に。そうなんですか。はい、でもこれがなんかこれそれこそ今、うん、あの私も今回森田芳光祭りってあの森田の全作品の本もあとブルーボックスっていうのも発売されているので、はい、その時でまあ東京とかあのこれから大阪でもやらせていただきますけど、広島とかでもうすでにあの始まってるんですけど、はい、春はあの20代ぐらいの若い方がご覧になってすっごい感動してくださって、あの涙を流すぐらい感動してくださるんですよ。
私も実は何十回も見てるのに、この間見た時途中から、まあ、新幹線で出会うシーンがあるんですけど、ありますあります、ね、あのそこからなんか急に涙が止まらなくなって、はい、なんで一緒に見た方も何度も見てる方なんですけど、その方もそうだっておっしゃって、うんうん、なぜだろうって分かんなかったんですけど、もしかして今あのこのコロナでみんな人と会えないようなことが続いてるせいじゃないかと。なるほど。だからこう誰かに自分の本心を話したい、メールでいいから分かってほしいっていう気持ちをみんなが持ってるんじゃないかという、うん、まあ今のところ、まあ、あの皆さんとの結論にはなってるんですけど、もしかすると今の時代にぴったりかもしれない。そうです、確かに、はい、絶対今もう一回あれを見た時に、はい、あの最初初めて拝見した時正直よく分かんなかったんですよ。あ、じゃあもう絶対今ご覧になった方がいいですよ。もう絶対今見てもっとなんか違う捉え方させていただけるなって思ってます、はい、だから春は今回あの大阪の皆さんに見ていただいて、はい、どんな風に感じていただけるかすごく楽しみにしてます。そうですね、じゃあそれであの時にまだ生まれてなかった人たちがご覧になるわけですから。そうなんです、そうなん、もうそういう人たちにこそあの春だけじゃなくて、ね、今回のシネリーブル梅田さんでやっていただく特集は、はい、初めて見る方にもぴったりのものばっかりなんで。そうですよね、はい、そういうのを選んでいただいたんで、あの本当にモニター作品見たことのない若い方にすごく見ていただきたいなというふうに思います。ねえ、あの親子で見に行っていただけたりしたらいいですよね。親子の今回の作品は親子大丈夫ですね。ねえだからね、びっくりしたのはね、9歳の時に、はい、お母さんに連れられて見た初めてのモニター映画は刑法39条だったって人がいるんです、ね、これはちょっと9歳で初めて見るのはちょっとそれは難しいでしょっていうのもあるじゃないですか、でも今回のラインナップはあのお子様をお連れになって、ね、お母様やお父様が一緒にご覧になっても大丈夫なものばっかりかと思いますんで。そうですよね、 あと2作品あって、間宮兄弟、あそうだ、はい、これはもう絶対になんか家族友達みんなで見てワイワイしたいっていう、もうどなたが見てもちっちゃい子でも幼稚園の子でも大丈夫ですけど。シネマへようこそ。今回は森田芳光監督の奥様でプロデューサーとしてずっと伴走されてきました三沢和子さんをお迎えして、森田芳光70歳という特集上映についてご紹介しました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。